10万円もらってます、うん、もらってますむちゃくちゃシンプルすでに、はい、ありますここに10万円ある、はい、これが、はい、ギャラですねえおかしな話です、うん、そういう企画なんだろうって思ったら本当にそうだった本当にちょっとびっくりした今日並びがあるんですよね一応、うん、6台並びが複数箇所ありつつ、うん、もしかしたら前台系もあるかもしれない、うん、というところで、うん、おおいきなり来たプレミアムネオン55来ました単発で終了と154枚これ全員が剣にとかになっちゃうと積もれへんくてねもう朝一今ちょっとやばいじゃないですかそん中で勝たなあかんのでねなあもう前これあったらあってくれたらいいけどなーっていうやっぱりこうなるよね思ったよりは良かった方じゃないのじゃあこれやるか行ってまいりたいと思います、はいはい、よろしくお願いしますお願いしますでは、ディスカップ打ちたいと思いますけど、まあ、あの二人にできなくて僕にできることといえばここかなっていうのもありますし、でもやっぱりこの状況だと設定期待して打ちたいんだよね。一応ね、マイスラ入れました。クイックマイスラ入れましたけど、でも本当にあれですね。お客さんみんな。情報共有しながらやってますね、うん、いやそれには勝てないよもう僕は普段ねそういうお店で打たないからあれですけどパチスロ打つ友達なんかいないもん俺一人もいないいないパチスロをあ打つ友達っていうかそのパチスロのことを話す友達はほぼいないねおお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 まあ、最大限のねことはします努力はしますけどそれはもう元々そういう思考の人だからなだけで基本的に楽しく打つタイプの人だとまあただ働きみたいになっちゃうよねうわこれはあっちだよなおぉリプレイオーバーボーナスの出目になったやめておい231ゲーム追加が分かんないけど相当14本やった当たってくれましたマリの人が音量下げてるからこっちも下げたけどだいぶ小さいよねおうん頑張ったほど乗らないよねあもう一回来たわあ遅くなるやつじゃんでも入ったはい増える AT になってくれてよかったよさあなんとかしたい
さすがにこの並びちょっと弱いよな、向こう側やな、あるとしたらな。やめるか。ここまで打ってきたマイジャグラー5なんですけれども、ちょっとまあ左隣はずっと悪くて、まあ今も良くはないんですが、で2つ左隣のところもちょっとね、落ちた、イブ落ちてきたっていうところで、向こう側かな、真ん中ぐらいから向こう側かなっていうところが今ちょっと出てきてしまってるんで、ちょっとこっち側、僕がいる側はっていうところがあるんで、まあ 100% まだ分からないですけれども、ずるずる打つのもなとも思うんで、いやどうしようかな、ちょっと待ってな、この後俺打てっかな、そこが不安やねんな。ちょっとトイレ行ってきていい？それ取る？悩ましい。乗り打ちやからな。人のギャラで売ってるようなもんですからね。やめようか。やめようか。これ、うん、ちょっとやっぱ弱い。ちょっと弱いね。左隣は。もともと悪かったんですが、今はまあさらにハマって750で、その左隣もうさすがにちょっとっていう感じになってきちゃったんですよね。なのでおそらくそこから向こう側の方が今強いっていう感じになってきてしまった以上、ここちょっと厳しいかなと思うんでやめます。これは僕の経験則も入るんですけども、まあ、最近の 6.5 号機の AT 機に設定3を使うホールってあんまり多くないんですね。仮にこの台が奇数によった場合、5を考えた方がいいのかなと思うんですが、このバイオ RE2 に関して言うと、このやっぱフィギュアの下があるので設定3が使われたりもするんですよ。それはなんか全国の投入割合とかを調べてみてもやっぱり3を使われることもあるので、なんとも言えない難しいところなんですよね。周りはそんなに良くはないです。バイオ7も通常 A に飛んでから今 AT に入っているので、まあ、高設定挙動と言えるかというと、まあいまいち。今ですね、右のお客さんがフィギュアを確認してたんですよ。なのでちらっと見えた感じ、奇数が1個も出てなくて全部偶数だったんですね。なのでもしかしたらあんま良くないってなると、ベースが2の可能性が出てきますね。138ゲーム1回目のチャンスオンです。今はスパークショット持ってますので、レアヤックを引くと AT に入ります。ここを引いていきたい。ちょっと待って、何も引けない。だったら白でもいい。リプレイだから、それが一番ダメ。終わらせてやる。チャンスアップもなし。諦めるわけにはいかない。諦めるわけにはいかないと。じゃあ諦めませんよと。さあ今諦めるには、今の諦めるわけに、今の諦めるに行くに、230ゲームチャンスオン。さあセリフ的にスルー回数天井の可能性もあるので、ここは決めていきたいですね。動きが速い。さあ切ろう。残り4ゲーム。ベル、いや上がらない。いや引けてんのにな。リプレイ最後。うわ上がらず。黄色でジャッジ。終わらせてやる。
されました。3回目のチャンスゾーンですね。243ゲーム。セリフがないのでこれは普通に当選しました。スルー回数天井ではないです。投手が18本入ってますので、ここで入れた分ぐらいは取り返したい。さあ偶数スタート、まあ、やっぱり奇数によってくれた方が嬉しいんですけどね、この場面だと。まあやっていきましょう。警察署スタートと。こっちはゾンビだらけだ。さあ警察署で弱チャンス目。発展するか。まあしないよな。さあやっと下水道まで上がった。でももう7ゲームしかないですよ。出役出役。いやー引けない。ラスト2ゲーム、ラスト出役。え163枚マジかー。しさもスルー回数したもなしですね。絶対今日やれへんやん。まだ2個しか見れてないっす。単発単発で。まだ打つ感じでしょ。まだ打ちます、うん。俺ちょっと今やれることないかもしれんけど、さすがになさそうやったからやめた。もうこれはさすがにって感じ。だからジャグラーもう見えてないですよね。あんまり見えてきてない。あの本当にだいぶ入ったら一緒にわさびさんに謝りに行きましょう。なんで俺も謝らなあかんねん。僕一人やとここのこと言って なんでやねん。いや一緒に行ってください。一人で行けよそれは。一連卓勝的な。もういやお願いします。てか別に判別に時間がかかるのはしゃあないし、反発とかそうなんです、しゃあない。出えへんもんは。わかりました。そんなんで誰も怒らへんから。じゃあ行ってきます。行きます。まあ一応渡しとくわ。まあ多分僕が一番可能性があるんで、使う可能性が。俺らのギャラ渡しとくわ。きついて、きついわ。積もってるから。そうですよね。積もってるから、積もってるから。これから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 行こう。今ちょうど左の台の人がフィギュアを見てたんですけど、設定位置否定が僕が見てない瞬間に出てたみたいなんですね。で左の台の挙動は、まあ、あんまり良くない。で僕の台もそこまでいいかというと、まあ、よくはない。で僕も位置否定が出てる。これもしかしてベースが2の可能性はもう大いにある。というかもうその可能性がかなり高くなってきたので、ちょっと厳しいですね。ちょっと当たらないね。当たらない。いや僕も当たっても単発で。僕もやばいね。やばいマジでやばい。とりあえずやばいよ。どこに並びがあるかを数えたけど、まあゼッケンとこでしょ。はい。で犬やしゃと絆のところがみんなやってるんで。みんなやってますね。あとユニコーンでしょ。ユニコーンとでしょ、はい。でもとりあえずもうこの3つが確定だなと思って、はい。そうなるとジャグラー全然見えないじゃん。そうっすね。マイファイブがね、多分こっち側の、ま、ちょっとこっち寄りのちょっと真ん中あたりぐらいかなって感じですね。でもジャグラーも2本ぐらいはあるわけでしょ。おそらくあると思うんですけど ね。5でしょ。あと2本でしょ。もう結構リスク高いんだよねこの辺打つ。そうですね。もうだいぶいやもう ATK 打つと結構リスク高いなみたいな、はい、気はする。なんすよね。で僕ももうマイファイブ やめたんですけど、うん、やれることが今ないんです。ないよね。ないんですよ今。ちょっと整理します。はい、そうですね。あとギャラいくら余ってるか。僕すいません、ちょっとお預かりしてるんですよ。はいはい、僕が一番使う可能性があったので、僕の投資から言わせてもらうと、今2万8000円入ってまして、2万8000円、持ちメダルがゼロです。ゼロ。はい。やば。いやもうない。
もうない、ギャラもう残ってないよ。いや僕でも6000円で100枚ぐらいは持ってるんで、マイナス4000円ぐらいの前だから32000円。で僕17本で、はい、まあ下にある50枚しかないだから結構いかれてるよ。5万ぐらいいかれてます、うん、もう半分以上ない、うん、あーやばいやばい。それで捨てることはないんだよ今で誰か積もってるのはまだしもね、うん、希望これどうやって見出していくかですよね。いやーほんとそれ、まず僕もその RE2 やめるかどうかを相談したくて。ああなるほど。いやもうないと思うよと、もうやめてくれてもいいねんけど、やることなくなんねんけど。そうなんですよ。 でもやることなくなっても、はい、ここまで使ってるから、でほらたまたま出玉ありますよとかの状況じゃないじゃん。はいはい、昼行くか。そうっすね、今一旦ちょっとご飯ちょうどいいタイミングっすよね。今ここでね、2,3 分以内に決めらんないと思うから。そうですね、ちょっと作戦会議して、作戦会議がてら、そうそうそう、ちょっとご飯行きましょう、このタイミングで、はい、了解です。はいっす。あと何本か前ある。まあまあ4枚ですよ、4枚だって。でも僕ももうないですよ、こっちだから多分こうなんですよでしょ。だから今、ああ、まあ持ってってないんだもん、ね、まだ持ってってない。ああ、持ってってない。1000円ぐらいしかないから、収録終わったらもう1万円しか乗らないっすああ、もうねー、まあ、いや、だからもう途中言ってたんだけど、はい、もうあのプライベートで中期たもんだと思ってたんですよ。お前ああ、まあ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 いや、とりあえず勝つは無理だよ。戻しはまあ1人3万ずつぐらいでよっしゃって なるから、うん、とりあえず僕もアリ2戻ってよほど、まあ、ワンチャンないなっていうぐらいもうやめて、うんうん、だから思うんだけど、取り返したかったらで、その上で掘るんだったら2人同じ箱で、まあ、一発逆っていうのがそこですよね。そうそう、それぞれじゃなくて、はい、同じとこ同時打ち始めてたまたまヒットしてました、はい、そしたら2台分ドンだから。そうですね、それの方がいいですか、うん、まだいいかもしれない。あと時間が短時間だっていうのもあるし。さすがわさびさ ん、まあ、んこれはいいやつ僕はそこなんか別れた方がいいかなってちょっと思ってたりしちゃいましたから。中途半端になっちゃうから。そうですね、破れかぶれとも言うよ、はい、待ってくれ、2人でバン負ける可能性ありませんか。まあ、だからでもそれは両方それぞれバラバラにいっても、まあ、そう変わらしないっていう、まあ、だからもし万が一当たりだった時にでかい方がいいから、中に一発いっちゃって、でもそれダメだったら3人で肩組んでくださいって言っちゃう。そういう感じじゃない3人ですか。僕の不慣れな目押しを見せることは全然押してください。俺多分よしよしよりできる。本当ですか。そんなことあります。できそうです。だから炎上したんですよ、花見で。ありましたけど。あざみさん、はい、あのちょっと今ハーデスのノーボーナス400ちょいっていうのが空いてるんですよ。はいはい、見ました、まあ、はい、一応期待値あって、うん、もし酔い腰ならもう600、700ぐらいで、はいはい、酔い腰なら900ぐらいとかそんな感じなんですよ。おお、どうして、いやいや、もういいじゃない、それやればいいですかね。いいよ、もうもういいですか。最悪の場合、うん、結構使っちゃいますけど。いや、もう全然もうしょうがないでしょ。しょうがないですか、うん、じゃあ行きます。これも当たってる台がやめてあるんだよ。で電源落とされてる。だから俺これ狙いでここに座ってっから今解放されたら打とうと思う。これ解放されるんですか。分かんない、でも本当に当たってんだもん。こ、電源落とすんだ。うん、やってきます。オッケー、やって死にに行ってくるかもしれないですけど、はい、むしろ天井で357チャンスでお待ちしてます。ハーデスの400ちょい行くよ。お願いします。一応わさびさんも、はい、もう行くしかないからっつって、はい、いや大丈夫です、もう僕も頑張って出すんで、コウタラさんもお願いします。パワーパワーパワー返し来た、パワー返し来た。まあ、あの期待値自体はしっかりあるんですよ、400でも。では打っていきます。あの投資10万いってますよね、はい、いってますよね。じゃあもう願うはゴッドしかないと。ゴッドしかない。お願いします。いきます、ゴッドいきます。お願いします。頼む、入ります。
あ、見た。あ、俺もう見れへんな。見れへんな。